彼のロケット飛行を描いた17世紀の絵画ロケットに乗ったチェレビのゾーラガリ、ハサンチェレビはオスマン帝国の飛行家。有人ロケット飛行に成功した最初の人間であると主張されている。事実であれば機械的動力を持つ航空機が飛行した最初の例になる。17世紀に旅行家、エブリアチェレビの記述によるとラガリ、ハサンチェレビは サライブルネで7枚の翼を持つロケットと共に宙に放たれた。ロケットは塩水系の頭部のついた大きなカゴから構成されており、塩水は50億かの火薬で満たされていた。飛行は1633年に村と四世の娘、カヤスルタンの生まれた夜に実現された。ラガリは火薬が使い切られた後、自分の体に取り付けられた翼をパラシュートのように使って、 シーナンパシャ城の前の海に着水した。彼は、放射の悪茶を賜り、70悪茶でスイーパー P ー色が与えられた。その後、セラメトギライ艦に仕えて、クリミア半島に行っ六1640年頃死亡した。アルスラン・テルズヨールによると、これは大気圏外から帰還する宇宙飛行士が海面に着水する手法の先駆である。ラガリの飛行は、継続時間が、 約20秒、最大到達高度が約30メートルだと見積もられている。ラガリの兄弟ヘザルフェン、アフメトチェレビは、その1年前に、グライダーでの飛行に成功している。彼らの飛行が成功したという知らせはすぐに、イングランドに届いた。ジョン・ウィルキンズはその著書ディスカバリー・オブ・ーニュー・ワールドで、トルコ人たちの飛行の試みに言及している。ABCD ・タートチオグルー。 ありがとうございます。